平良監氏は平安時代末期の平家一門の女性。平の清盛の六女。この絵元道の正室。広志氏とも。清盛は石棺家と血縁関係を結ぶべく、この絵元ザネに娘の森子を正室として配したが、森子はまだ幼く、元ザ根が森子との子をなす前に創生したため、元ザ根の意地である奇痛に六女の監氏を正室として配した。 婚姻は、祈通が、顔2年に11歳で減服した直後とみられる。夫祈通は、平家よりである一方、後白河法王の男色の相手として長愛、著しかった。自称元年に男子を出産するも溶説。自称3年11月、祈通が、関白に任じられると、漢氏は、北こ所となり、受影2年2月、十三味に上される。樹影2年7月、 平家一門が安徳天皇を擁して、党を打ち延びる際、悲通は同行を拒否して、後白河法皇の元に逃れた。寛主は一門と共に清掃した。文治元年、壇の裏の戦いで、平家一門が海中に沈む中、命を流らえた寛主は、兼令門院と共に、とへ護送される。悲通は安徳天皇に代わって擁立された。 言葉天皇の摂生となって宮廷に帰り咲くが、記楽後の漢士との関係は不明。その後の漢士の記録はなく、出家したものと推測される。平家物語によれば、漢士は和歌に優れ、非常に肌が美しく、外織姫と称されたという。山縁樹、自称2年ルー6月11日以上の、非通室入道小国女が女児を出産した記事に、去年産男、ただし彼、 息卒とある。この時生まれた女児の動向も不明。後に、悲通は、監視の姉かさんの院検宮美室の維持である女児を養女としている。ありがとうございます。